皆さんこんばんは。今日は、この指のせドラゴンっていう商品のこう箱売りを見つけたので、購入しました。最近このガチャガチャが出てるのは知ってたんですけど、それのなんか今多分出てるのがバージョン2で、これがおそらくバージョン1なのかな。今出てるのとはなんか違うタイプの指のせドラゴンになってます。でこの箱見た時にこの雪影っていう商品がこの部屋の雰囲気にすごい合ってるんじゃないかなと思って、まあこれ全4種類なんですけど、まあこれを買うと全部入ってるっていうことでこちらを購入しました。で早速開けていきたいと思います。これで1つ660円の ×4 なんで2600か2700円かそれぐらいでした。よいしょ。じゃあこういう感じでね、4つ入ってます。で本当はこう店員の人が、まあ、箱1つ開け、これ箱開けて、まあ、1個ずつ選んでいってもらってもいいですよってことやったんで、まあそれで雪影を狙って、まあ、出た時点でやめるっていうのも一つだったんですけど、まあ、せっかくなんでね箱で購入しました。じゃこの Y バーンっていうタイプとドラゴンっていうタイプで分かれてるみたいです。まあ、せっかくなんでじゃあ雪影当てれるかどうかっていうのはちょっと、まあこれかな。じゃあこれから開けていきます。今出てるタイプのやつはなんか赤色とか緑とかそういう配色だったと思うんですけど、みんなか見た目は僕的にいいなと思ってて、あ早速1つ目、中はなんか説明書かな、なんか何だこれは、公認契約書。おお、すごい、なんか本格的ななんか契約書が入ってますね。で裏に組み立て方が書いてあると。まあでも契約書だったらなんか裏書きはしてほしくなかったですね。なんか裏にはなんかね、紋章の絵とか書いてあったら、なんかそれ持ってたら契約書やと思うんですけど、思ってめっちゃしっかりしてるのに裏作り方はちょっと残念かな。でよくわかんないですけど、なんだろうこれ、ドラゴン語というんか読めない字が書いてます。なんか日本語逆文字にしたような感じもするけど、それは違うんかな。はい、こんな感じです。で1体目に出たのがなんだろう、あ資源ですね。この紫の資源が出ました。せっかくならちょっと組み立てていきます。結構どうなんだろう、箱なんかガチャガチャだったらこういうのって結構なんていうのかな、丸いカプセルの中入ってるんで、商品がなんか一部こう折れ曲がったりしてて、折れ曲がるっていうかな、わかりますよね。なんかこうグニュンってなんかこうカプセルの形で曲がってしまってて、元に戻すのが難しいみたいな。だこの箱だったらもうこの形で残ってるから綺麗な状態で組み立てやすいっていうメリットもあるのかなと思って。ちなみにこれガチャガチャだったら1個500円なんですよね。それがバラ売りだったら1個税込み660円なんで、その時点でなんかガチャよりかちょっと高いですよね。まず頭をつける順番あるんかな。ちょっと待って、作り方、別に簡単そうやな。頭をねじ込む、
な感じ。もうちょいねじ込めそう。で、羽をつける。結構グッて入るタイプのあれですね。OK。あ、こっちは入りやすかった。こっち入りやすくて、こっちちょっと硬いんかな。あ、OK、OK。入った。頭をもうちょっときちんとねじ込んで。OK、いい感じですね。こんな感じです。おお。結構細部まで作り込まれてて、なんか自立して立てますって、あ、立ってる立ってる、おいい感じ、立ちますね、ちゃんと自立して。うん、この光沢感がいいですね。うん、で指に引っ掛けれ、指に、ああなるほどね、こういう風にできますよと。はいはいはい、なるほど。1体目は紫の資源でした。まあこれも結構全部並べたら意外と綺麗に合うかもしれないですね。はい、1体目は資源、ここに置いて、じゃあ次、なんか雪影、雪影じゃあどうしようかな、左端かな、これ ちなみになんかこの商品が会社どこだったかな、このでね、どっかに書いてた、あ、ここが株式会社ソート、ここの公式サイトでこの箱を買った人限定で、この4種類とはさらに別でもう1種類、なんか氷影、なんか氷なん、氷なんとかっていう商品が、あ、当たるみたいなんですよ。おお、というかここでもうついに望んでた雪影が来ました。そうそう、だから本当はね、2つ買えば雪影が当たってたかもしれないという感じですけど、まあでも、ね、資源見たら分かる通り、なんかクオリティ高いから、まあ全部当たっててもよかったかなっていう感じですよね。全部箱買っても。ちなみになんかこの、バージョン1の方、1なのか分かんないですけど、この雪影が入ってるタイプの箱は、なんかもう結構手に入りにくいらしくて、メルカリとか見ても結構なんか、もう売り切れてるんですよね。羽羽頭、あ、で胴体、そうそう、確かに。だからこの箱買いしたら本当はその氷なんとかってやつが手に入ってた、それも結構綺麗な色してるんですよ。ドラゴンだったかな。正直それも欲しかったけど、まあそれは諦めるしかないかな。こっちにも同じように契約書がついてて、組み立て方が書いてると。うん、まあ作り方はどっちも一緒というか、ほぼめっちゃ簡単ですね。なるほど、これはっきり読んでなかったけど、契約書って書いてあるけど、なんだろう、注意点みたいなね、維持するためにドラゴンたちは全能ではありません、彼らに無理な質を強要しないでくださいだからもう折り曲げたりしないでねってことですね。まあ、でたくさん遊んであげてくださいね、で角と爪は鋭いんで触れるときは注意してくださいね。なるほど、そうか、契約書って何書いてるのかと思ったら、
遊ぶ時の注意、飾る時の注意点みたいなこと書いて、種類、名前、出会い、あやかドラゴンの名前をここに書いてあげるってこと。だから雪影でもいいし、自分が作ったオリジナル名前でもいいしってことか。でヒューマン、ヒューマンの種族と名前、まあ、名前はいいとして、ヒューマンの種族って何？種族ヒューマンじゃないんや。エルフとかの中の、ね、そんな感じがするけど、そうじゃないや。お、ここにこう差し込みます。なんかこういうのって結構繊細やから、なんか折れそうな気がして怖いな。あ、そうか、頭最初につけろって書いてたな。なるほど、確かに翼先つけるとなんかつけ、うわこれ痛っ。わかる、これ握るところが なんていうの、魚の鱗みたいになってて、いた。おお、頭入った。羽もあ、グッて入った。 OK、 OK、 こういう感じかな。おお、かっこいい。これが雪影。さあ、ちゃんと立つのかな。あれ、あ、オッケーオッケーオッケー、立ちますね。うん、確かに目も、うん、目もなんかドラゴンっぽいというかね。僕も結構トカゲとか飼ったりしてて、今もヒョウガン、ヒョウモントカゲモドキを飼ってるんですけど、確かにこういう顔してますよ。うん。おお、合うんじゃないですか、これは部屋の雰囲気に。いい感じ。あと2体。あと2体はとりあえずまあ組み立てなくて、組み立ててるとね結構時間かかるんで、色のツヤだけお見せしようかな。ちなみに今開けてるこれはドラゴンのナス。なんかもっといろんな、上はね資源でめっちゃかっこいいのに、下のこの子はナスなんやって感じですよね。名前ナスでいいんか、うん、とか言ってなんだかんだでも組み立ててしまってますけど、やっぱ時間かかる。あ、どうしよう。なんかね、開けると組み立てたくなってしまいますよね。逆か、こうやな。サクサク組み立てをとりあえず。あれ、もしかして急ぎすぎて立たなくなった。あ、やばい、この子だけなんか
尻尾の部分がちょっと曲がってたのかな。うまく立たない。 OK、 とりあえずとりあえず氷陰にちょっともたれかかってる。でラストがワイバンのカワセミ、うん、カワセミ。あ、これもでも部屋の色となんかこう合ってる感じ。なんか最近結構 YouTube とかを見てて、この部屋、何デスクツアー紹介みたいなね、動画をいろいろ見てると、みんなすごいおしゃれなデスクツアーしてて、いろんな間接照明入れたりで、僕も間接照明にちょっとブルーのやつを入れてるんですけど、で今はそれに合う小物とかをね、いろいろちょっと探してて、今回本当はちょっとこのお店というかね、ぬいぐるみを探しに行ってたんですよね。部屋にこう飾れる水色っぽいぬいぐるみなんかないかなと思って、そしたらガチャガチャショップでまさか全然違うものを買うという、結局ぬいぐるみは買ってないんでね。オッケー、あ、倒れちゃった。ん？なんかちょっとバランス結構シビアなバランス感覚なんで、後で調整しないといけないですね。まあ指につけとけばいいか、とりあえず。はい、この子がナス、この子がカワセミです。まあでもやっぱどれも、うん、いい感じだな。ちょっとね、また部屋のどこか、この辺りとかちょっと空いてるんで、この辺でも飾っておしゃれにしていきたいなと思います。はい、では今日の動画は以上になります。指のせドラゴンでした。ありがとうございます。